福井駅でのナンバーアンダーライン愛で待ち騒動を徹底解説。ファンの熱狂が招いた混乱と今後の課題とは。福井駅がナンバーアンダーライン愛ファンであふれ返った。出待ち騒動の一部始終を徹底解説。福井駅でのナンバーアンダーライン愛で待ち騒動について、ファンの熱狂ぶりが注目を集めました。10月27日、福井駅には北陸新幹線の改札外で多くのファンが集まり、元 キングプリンスのメンバーである平野翔さん、神宮寺勇太さん、岸優太さんの3人が新たに結成したナンバーアンダーライン愛を待ち受ける姿が見られました。このような集まりは、コンサートやイベント後の出待ちとして知られるファンの行動の一環ですが、今回の規模は予想を上回り、数百人が B ゲート付近のコンコースに集結していたと報じられています。このような行為は一般利用客にとって非常に迷惑とされており、 改札街の通行が難しくなるなど、駅全体に影響が及びました。実際、福井駅周辺に集まったファンはただ数多くいただけでなく、混雑の影響で、駅の出入口の封鎖や一部の通路が使用しづらくなったという事態も発生しました。この出待ちに参加した多くのファンが、同じように、ナンバーア,ンダーライ,ンアイのメンバーに直接会いたいという願いを抱えていたと考えられますが、同時に、 彼らの行動が一般利用客に対してもたらす影響を考慮しないまま行われたことが批判の敵となっています。SNS 上でも、出待ちの混雑が一般利用客や地元住民に対して迷惑をかけているという声が多数寄せられました。福井駅の出待ちがひどすぎる出入り口を封鎖して花道のようにしているのは問題だといった批判が飛び交い、出待ち行為自体への懐疑的な意見が目立っています。特に ナンバーアンダーライン愛ファンの一部が県外から訪れていることを考慮すれば地元住民にとっても迷惑な状況であることが理解されるでしょう彼らの行動により福井駅の通常の利用が困難になる一方で福井駅に行き交う一般の人々の視点からは迷惑行為と見なされる可能性が高まりましたさらに興味深い出来事として俳優の船越英一郎さんが駅のホームに現れたことが報じられました 船越さんが現れた際に、彼をナンバーアンダーライン愛のメンバーと勘違いしたファンが騒ぎ出し、その場は一時的に混乱したとのことです。ファンの間では冗談交じりに話題となり、まさか船越英一郎さんだとは思わなかった、本人たちと間違えて大騒ぎになってしまったといったコメントも見られました。このエピソードは、出町ファンがどれほど熱狂的で、実際に、 ナンバーアンダーラインアイに対する会いたい気持ちが強かったのかを象徴しています。しかし、出待ち行為が一般客や駅利用者にとって不便さをもたらすだけでなく、騒ぎがさらに拡大するリスクをもたらすことも同時に示しています。現場では、ナンバーアンダーラインアイメンバーが駅を利用して新幹線に乗車しようとしていたものの、この混雑のために駅側が利用経路を変更せざるを得なかったとも伝えられており、この混乱により、ナンバーアンダーラインアイ。 ファンの行動が意図せずして彼らの活動の妨げとなるリスクもあり、こうした事態に対して一部のファンの中には、次回以降のイベントで地元での開催が困難になるのではという懸念も浮上しています。出待ちという行為そのものについても賛否が分かれています。かつて、ジャニーズ事務所所属時代には、特に、キングプリンスとして活動していた際にも、 宮城などの地方公園においても同様の出待ち騒動が発生していました。そのため、地方においても出待ち行為がナンバーアンダーライン愛への影響を与える可能性があることが指摘されています。また、福井駅での今回の出待ちにおいて、駅の警備体制や運営側の対応にも一定の制約があることから、ファンの行動が通常以上に混雑を引き起こし、結果として一般客の利便性が大きく損なわれる結果となりました。 駅周辺では、出待ちが駅の利便性に悪影響を及ぼしている、地元住民にとっても迷惑といった声が高まり、SNS では批判的な意見が次々に寄せられる事態となっています。福井駅での出待ち問題は、ファン心理と公共の場でのマナーとの間での意識の違いが鮮明となった事例です。ナンバーアンダーライン愛のメンバーである平野さん、神宮寺さん、岸さんは、 新たな活動を始めるにあたって多くのファンに支持されていますが、ファン行動が公共の場での秩序を乱すことに対しては、特に地域社会の中での配慮が求められています。出待ち行為は芸能ファンにとって歴史的に親しまれてきた応援方法の一つですが、公共の場で大勢が集まるときには特にマナーや秩序が重視されます。今回の福井駅での騒動は、出待ち行為の限度とその是非についての議論を改めて呼び起こすきっかけとなりました。 SNS には、ファンの行動が、ナンバーアンダーライン愛の活動に悪影響を与える可能性があるとの懸念が多数寄せられており、特に地方での出待ちが過熱し、次回以降の地方訪問が制限されるのではという声が強まっています。ファンが応援の一環として行っている行為が、結果として推しであるナンバーアンダーライン愛にとって負担や迷惑になる可能性があることについて、多くのファンが複雑な思いを抱いているようです。 また、出待ちは自己満足でしかないという自己反省的な意見も見受けられます。多くのファンが熱心に応援する気持ちから出待ちに参加していますが、一部のファンの行為が推しの活動に制約を加える結果となれば、その応援がむしろ逆効果となるかもしれません。これに加え、出待ちによる一般客への影響がより大きな問題視されるのは、ファン行動が地域社会に対して与える印象も重要だからです。 特に今回のような小規模な地域での騒動では、地元住民や周囲の関係者に与える影響が顕著であり、結果として、田舎の悪い印象が広がるなどといった指摘もあります。応援する側としては善意や熱意が背景にある行動が、他者にとっては迷惑行為とみなされることで、地域全体のイメージにも関わる問題に発展してしまうことがあるのです。このような状況を受け、 ファンとしての在り方や応援の方法について改めて考え直す機会となったといえるでしょう。ナンバーアンダーライン愛メンバーの3人は非常に親しみやすい性格やファンサービスを大切にするスタンスで知られていますが、それゆえにファンが過熱してしまう場面も見られます。福井駅での出待ち騒動も、彼らに直接会いたいという気持ちが高まった結果と考えられますが、そうした気持ちが無秩序な形で発露することで、 駅や地域社会の利用者に迷惑をかけるだけでなく、ナンバーアンダーライン愛側にも負担がかかることを理解する必要があるでしょう。今後、彼らのファンやイベントに参加する方々がどのように応援するか、その行動がより節度を持った形にシフトしていくことが期待されます。さらに、出待ち行為については芸能事務所やイベント運営者側もその影響を重視しており、一部の事務所では出待ち行為を全面的に禁止するケースも増えています。 現在のナンバーアンダーライン愛をサポートする事務所も、今後の対策としてファンに出待ちのマナーやルールを呼びかける動きを強化するかもしれません。例えば、公式 SNS やイベント案内を通じて、ファンに対して切度ある応援を求めるメッセージを発信することも考えられます。ファンが適切なルールを守りながら応援できる環境を整えることは、ファンとアーティストの双方にとって有益であり、 結果としてファン文化の健全な発展にもつながるでしょう。また、このような事例を通じて、公共の場での秩序とファンの応援活動とのバランスをどう取るかという課題も浮き彫りになりました。ファンとしての熱意を尊重しつつも、他の利用者や地域社会に対しても配慮を欠かさないことが大切です。ファン一人一人がその意識を持つことで、アーティストがより多くの場所で活動を広げられるようになり、 ファンにとっても充実した応援活動が可能となるでしょう。